ですよね。ありがとうございます。本日なんですけれども、北の瓦店さんから瓦を提供していただいて、ちょっと瓦割りに挑戦したいと思うんです。ちなみになんですけど、今回この瓦見ると普通の瓦なんですけど、裏にちょっと切り目入れてるんですよ。 実は割りやすいように少し工夫したら、実はね、いや、こういう施工方法ですよね。これ今日来て3時間ぐらいかけて、これ今全部3時間ぐらいかけて、3時間、これ全部3時間、これ100、これ一応200枚ぐらいさせてもらって、200ね、ちょっとメイク、まあ値段は言わんけども、値段は言わんけども、値段は全部あれですよね、塗り替え道場に。あ、もちろん、はい、もちろん。で、今回この瓦使って 瓦割りするんですけど、で、社長もになるんですよ。で、僕らこの瓦で割るんですけど、社長だけちょっと本ちゃんの瓦でね、あ、切れ目入ってないやつ。そう、切れ目入ってないやつ割れないんですよね。そう、僕らもこれ道具を使うと割れる、割れるって、ケース、あれじゃないです、頭で割るんじゃないです、頭で割れる、血が出るから。あ、これが、加工してないやつですね。これがノーマルの瓦。 めちゃくちゃ太いもんね。全然もうないですね、筋が。なんか補強入ってそうだね。ああ、一応本当は結構ギリギリまで振ってくれてますね。そうですね。じゃないですね。じゃあ危ないもんね、多分怪我すると仕事ならばね。そうですね。やっぱみんな怪我しちゃいかんもんで。そうですよね。ちなみなんですけど、これいいですか、今ちょっと1枚あ、いいですよ、割っても。終わっちゃってください。ちょっとリュウジ君、ちょっと待って、頑張って。 いけるんですか。いや、どんなもんか、とりあえず軽く軽く軽くね、どれくらいの力で割れるか、本当軽くやってください。間違えて、間違えるから。ちょっとお前に指当たるで。じゃあ、まだいけよ。はい、おお、すげえ、めっちゃ軽く割れる。で、余裕で割れる。で、ちょっと本ちゃんのやつやってる。ちょっと施工ミス、今のちょっと、これ本ちゃん、本ちゃんのやつ、本ちゃんのやつ、割ってよ。 軽く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 、今の力で。さっきと同じぐらい。それは多分割れんよね。いや、引いちゃう、引いちゃうもん。いや、OK です。割れない、割れない。あの模型と本当に危ないと思う。割れない。全然割れ。で、これを社長が来たら、社長にはこの瓦でやらせる。すごい。タブレット、社長ボタンで大きさぶん殴るやん。やばくない？割れんやん。骨折するやん。救急車呼ぶやん。 エンディング。何で？血だけ出してもらわないんですか？それでも本気で殴ったらマジで骨折する。で、俺も。俺も思いっきりあの、蹴らしてあるで。あ、いいっすか？この帽子かぶせられないですよ。この帽子かぶせられますよ。思いっきりもう肉たらしぐらいあの、蹴らしてあるで。で、それで、まあ社長割れんじゃないですか。で、女の子のリリーちゃんが来て、いや、私割ります、私割ります、みたいな感じで、リリーちゃんが割れます。 リリーちゃんをこっちの瓦割りするんで、その隙にこう差し替えて、リリーちゃん割って、その後また社長が、で、俺もやっと殴ってみる、殴って割れんくて、ちゃんちゃんっていう落ちで、で、今回のこう、ここでネタバラシはなしですか？ネタバラシは骨折のネタバラシ。ああ、なるほど。いいですね。楽しみだな。じゃあ、とりあえず社長来るまで待ちますか。はい。じゃあ社長来るまでワープして。ワープ？ あ、いつもの？いつもやってます。だから、1、2の3でいく？いいですよ。1、2、3、よっしゃー、社長来ましたね。あ、来ました、社長来ましたね。社長来たんで。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。 久しぶりです。割れるかな、これ。どう思いますこれ。割れるんじゃないですか。リュウジ君ならいけるんじゃないですか。変わり、変わりです。はい、いけます。私、一応多分大丈夫だと思うんですけど。いや、いけるんじゃないですか。職人だし、僕ら。いけますよ。僕ら職人だし。大丈夫、大丈夫。職人だもん。はい、いけます。はい、いや、大丈夫です。いや、ちゃんとテンポですけどね。 テンポですけど、いぶし瓦だと意外と怪我しないんですよ。あ、本当ですか。あの青い瓦とか、陶器瓦、あれだと、一般住宅の屋根に置いてある、そうそう、青いやつとかだと、もう手が切れるんで、はい。
あの切り口が鋭くなっちゃうんで、ガラスみたいになっちゃうもん、ね、で触っただけでもう、あれテカテカしようじゃないですか瓦、はい、ああいうやつがやばいです。そうですね、それでみんなこれでやるんですよ。あ、そういうことですか。危ないから、あれから。そうですね、いけますよ、社長も多分いけると思いますよ。俺はいいでしょ、俺はいいでしょ。まあまあ、ちょうど俺はやるでしょ。座っていやいや、一応みんなでやって、なんか、なんていうんですか、成績じゃないですけど、何枚割れたかみたいな。あー、いいですよ。良くないですか。で、なんか、割れなかった人は、俺は、まあ、とりあえずやりめえよ、とりあえず。え、まあ、見た感じで考えろ。でもみんな10枚ぐらい割れて、まあ、自分が真打ちなので一番最後でいいと思う。美味しいの取らなかった。いやでもみんなもし割れてる、俺は怪我したら仕事になる。みんなたくさん割れて、みんながいい感じで割れたのを考えるわ。いやでも所長多分絶対割れますよ。なんか所長超人やから割れます。じゃあ行くやん。誰から行くの。俺はそんなやつ。えっ、おやじは死ぬよ。お前死ぬよ。やばい、そのまま死んじゃう。手首で俺も押さえてたもん。お前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 十分じゃん。お前が若い瞬間でいいよ。お前はいいよ。違うか違うか。怪我したらしい。一応お前が感じる。お前が感じみろ。大丈夫。お前が行って行けるんだったら、うちは怪我したら中止っすね。ちょっと待ってください。普通にいや僕が行けて、うん、逆に行けるんだったらって思う。ただ僕すごいですから、ね、逆にみんな行けんすよ。いやいや、マジでお前が、お前だよ。お前だよ。これあれっす、あのちなみに僕が割れたら、あの世の女性コメントしてください。そっち久々に呼ばれるし、 LINE の ID を大体お前何でもフレディみたいな。ウォーリーを探せるでしょ。フレディって初めて言われたよ、ウォーリー。ウォーリーなんて言えじゃん。行きますよ。行けちゃう、怪我するの。はい、行きます。はい。おお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 おいつ行ったじゃないですか。ほら、10枚ですか今。全部行った。全部行った。うわ、すごいな。次はじゃあ、あれじゃないですか、若い順で行ったら。若そうですね。若そう。だから北野さんとかもコラボで動画出るんでしょ。若い頃やらせやるんです。あ、そうですね。じゃあ、塗り替えの方がいいからしよう。お前に続いていいからじゃない。エプロンつけてくださいよ。自分つけてもいいよ。大丈夫です。いるし、何これ。大丈夫。いやこの夜の病院やってねえぞ。いや、救急だったらやってます。救急はやってるから。救急はやってるから。怪我死んだよ、マジ怪我死んだ。大丈夫です、大丈夫、大丈夫です。いける。はい、お願いします。やっ、おー、すげえ。いや、多分あれっすよ、海外産だもんで、体が国産じゃないもんね。簡単に行くの。いや、結構簡単に行くの。あります。いけるんじゃないです男の人だったら。簡単に楽しよう、楽しよう。社長行きます。いや、俺はいいよ、俺はいいよ。俺はいい。みんな割ってますよ、でも。じゃあ、こっちから誰が行く。あんたの子は手袋して、ちゃんとやらんか。いける。怖っ。すごい。怖くないですか。ちゃんとお前声出せよ、危ないで。はい。最初の奥さん名前でもいいぞ。奥さん名前でもいいぞ。奥さん名前でもいいぞ。よくないですか。嫁さんの名前ペコちゃんでもいいぞ。お前怪我したら、お前俺が怒られるぞ。社長ですから、うちの旦那。いきまーす。はい、セイ。おー、いいか、俺たち。あれ、そんなの全然言わない。
すごい。これ来てるよ。15万円だよ。これ来てるよ。いくよ。さあ、岩山さん、カメラに向かって。いきます。いきます。もういける？マジ無理するな。15枚いけます？何枚もやめたから。年何歳？22。22か。22枚だね。YouTube 見てきた。そう、この子も YouTube 見てきた。嬉しい。で、9月から働いたんですね。嬉しい。やっぱ YouTube ありがたいしね。そうですね。うん、気がするなよ。まだ興味ないですか？まだないですね。明日買いますよ。よし、じゃあ行きまーす。気をつけて、怪我にはしよう。自己責任だよ。せっかく。おー、あ、噛んだ。やっぱりどうやん。どうやん。お前、変わらやれや。シムちゃんどう？痛くなかった？痛くないですね。マジで。本当は今死にそうだろうお前。大丈夫、これ。いけそうっすよ。何でもいけるっすよ、多分。本当？ケンちゃん行く？ケンさん行きましょうよ。いや、怪我してるの。ケンさんもうちょっと足します？手袋つけれないですか、自分で。ちょっと俺あんまちょっと。行きましょう。手出してください。そうだよ、みんな終わりましたよ。あと、行きますね。じゃあ、次だけ行きますか。そうだよ、みんな終わりましたよ。行きますね。じゃあ、次だけ行きますか。そうだよ、みんな終わりましたよ。
最後怪我死んでくださいよ、最後怪我してもやっぱボスなんで最後怪我しても行く行くの行く行く本当にやばいでしょ検証やおかしいからいや、大丈夫です何かあったらローサイですよ怪我しても行く素手で行くの素手ですよ、これはまらないですよし、行くぞ大丈夫ですかいや、素手は怪我するうちの会社うちのドバでこれ怪我したローサイ、うちの母がえい、行くぞえい、えい想定にいたよ、これ。また手が転生してきたかよ、どうすんだよ、おい。やばい、やばい、どうしよう、どうしよう。なんかあったな、これ。やばい、やばい。なんかあったな、これしかない、あと、残っとんのあと残っとんのは誰キャラ、これで10枚。キャラさん、いますいますね、キャラさん、もうかキャラさん、行きますキャラさん、どうするこいつ。全員みんなやる多分ね、でも僕、多分やれない。ちょっと割れない自信があるの。マジですよ。いや割れますよ。違う。これダメ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 。すごいね。すごいですね。もうみんな本当に。北のチャンネルの動画何ですか。北のチャンネルの。ああまあいいや。北のチャンネルだから。ちょっと全部。いやないよ。北のチャンネル。ないよ。言ってください。言ってください。いやいや言ってください。東京に。ラスト。おお。全部いった。十枚全部割れた。全然痛くない。痛い。痛い。すごいな。どうも痛いしな。で次も最後なんで行きましょうよ。いや俺はもう。最後もみんなやりましたよ。社長以外全員やりましたよ。真打が出ない絵にならんだろ。絶対いけますよ。こんなことよ。軽いんじゃない。カメラマンやらせます。他の代わりにカメラマンやらせます。いやでもカメラマンカメラ持ったのかな。社長社長いや社長やら最後死にやろ。締めんなら締めんなら準備絵とか。いやいや締めんなら。いや社長がやらない絵にならない。締めんな。社長やらんじゃった。私やりますよ。私やったら。ああそうっすね。そうっすね。いやいやいややりますよ。いやいや、そんなの山の女じゃないです。いや、だから、いや、リーちゃん行きますか。リーちゃん行きますか。まあ、いや、大丈夫、大丈夫です。行きますか、じゃあ。リーちゃん行きます。あ、行きます、行きます。いや、行きます。ないもんね、危ないでしょ。いや、行けるじゃないですか。全然、全然、さすがに現場で撮る人間だね、みんな。いやいやいや、大丈夫。まさかさ、ちょっとビビってます。ビビってない。絶対ビビってますよね。え、いや、怪我して、怪我して。いや、怪我したんだ。いやいや、大丈夫です。だって、リーちゃん、あれっすよ。いつも足場班に来て、なんか足場、ハンマー抱えてました。ちゃんと、本当行かんだよ。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。じゃあ行きますか。ちょっと本当に怪我したんで。大丈夫。右手失ったぐらいだと思うんじゃないですよ。いや、私が。今は職人じゃない。私は職人じゃないから、右手失ったところで大丈夫ですよ。私は職人じゃないから、逆に大丈夫です。スキルはバレたね、じゃあ。ちょっと、V だけしてよ。あんまり重きやったら。じゃあ行こうか。はい。これ乗っちゃうんだ。はい。じゃあ行こうか。声出せよ、声。いや、2枚のことすごい。みんな割れましたよ。みんな割った。すげえな。みんな割れましたよ。俺やるしかねえや。大丈夫ですよ。やるしかねえ。割れるっす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 。マジで。一応なんかそういう割りやすいやつだもんね。俺でこれ割れんかったら恥ずかしいや。いや割れることはないっすよね。俺これで5枚とか。大谷ちゃんの名前痛いか。今8枚です。8枚。社長あれいけんかったらあどこしかぶらなかった。チェンジチェンジ。割れんかったらお前、俺めちゃくちゃ悲しいな。さすがに割れる。この帽子あげたのに。さすがに割れる。ネタさすがに割れる。割れんかったらお前ボロクソ言うても怒るなよ。世代が俺のポンチョ。いいっすか。割れちゃったら。いい。まず締めで。いやった。俺行かないよ。じゃあ最後北の河原チャンネル。はい。もう北の河原チャンネルより僕終わりますわ。あ、本当ですか。おお。いいですね。いいね。さすがね。ナンバー10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10だね。12枚にされたばっか。よいしょ。
よし、はい、よし、あーあーいいわいいいいいいお前しか悪くないいいいいなんでやめやめちょ、余裕できると思うやばくねこれこれやばくないっすこれこれやばくないっすこれちょ、余裕で俺できないっすめっちゃバカにしたっすよ、ね、え社長2枚だぞ分かる分かる分かるまあいいっすよ、じゃあこれあと7枚いや、割れんもんか8枚もう一回10枚10枚いけますよ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 社長、危ないっすよ、やめたほうがいいんじゃない社長側のチャンネル、よろしくお願いしますおーいいけあーいや、ちょっとこれは恥ずかしいです。全然痛い。ジャンプ残った。全然。割れに痛い。全然。そうそう。あれいや本当にもっとバーンって。もっとか。あ、グッて。だって割れんことないもんね。途中で止めたらダメだよ。で途中から止めちゃうんですよね。止めてさらに2枚3枚で。振り切らなかった。振り切らなかった。ちょっと待ってよ。当たるよ。しかも出ら言われた。じゃあ、本当に力抜いちゃうじゃん。地球の中心を叩くみたいな。いや、はい、足半チャンネルと、小田井チャンネル、押す！押す！押す！ちょっと見て4枚しかない。4枚だよ。4枚だんだん増えてきた。骨出てきてないやつ。でも今、ここから骨出てなかったよ。ちょっと指ちょっと振り向かない。いや、ちなみになんですけど、社長、これ殴ってもらっていいですか？ちょっと軽くでいいんで、軽くでいいんで、殴ってもらって一回これ殴ってください。軽く。いや、もうちょっと、あ、これ、これですよね。割れんすよね。これちょっと軽く殴ってみてください。もうちょっと痛いよ。もう痛いもう一回やったときじゃん。割りやすくしてるんです、僕らのやつは。どういうこと社長のやつは本ちゃんの代わりやった。割れないかもしれない。どうさっき線入っとって。これですよね。これ見てください。見てください。これ全部、切れ目入れてます。社長割れますよ、これじゃあ。もう一回やってみますか。ちなみに、これ何入ってるやつ。本当に出る。本当に出る。怪しいんです。いい？いいじゃん。え？あー！すげ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 ー！おめでとうございます。なんだろうよ、俺。企画考えたら誰なの？企画考えたら北野くんです。北野さん。誰？明日から8勝取られたことを言いました。自分の仕事で。たまに、本当にうちはたまに助けてもらっただけだけど、もう強い、有名、名古屋でも昔からですね。いろんなホームページ書いてある、もういろいろ、本当にこう見えて、すごいものを考えて、本当に学ぶこと。で、本当に、たぶん変わらないね。愛知県に一番最初のホームページってことですね。まあ、ね、20年ぐらい前で作ったんで。そうですね。結構前ぐらい。本当に俺ももう10何年ですけど。会社がそうですね。そうですね。違う、本当に営業マン。そうですね。
電話いただいて、そうそう、でもすごい人で、もう安心。北の川チャンネルでやってますんで、ぜひ。チャンネル登録は何人でした？今3200人だから。3200人。まだまだ。ぜひ。いいえ、まあでも本当面白いけど、ちょっとね、頭良すぎて難しいですね。あれですけど。ぜひ真面目にやってますんで。でも庶民さんは嬉しいよね。あ、そうですね。仲間の人からね、いろいろ面白いのいただいてね。そうですね。出たらいいな、すごいな。ぜひチャンネル登録よろしく。また変わられたい人がいれば、ぜひそうですね。休止もご用意しますので。休止は？休止は多い。そうですね。今は。はい。はい。ぜひよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。あと外気塗装、まあ屋根じゃないですけど、外気塗装のマッチングサイトを今やって一般公開もしますんで、一般の方500社ぐらい今登録してますんで、本当に完全無料で塗装屋さん探してメッセージも送れるようになってますんで、ぜひいろんな塗装屋さんに話しかけて。でまあ、よければ頼めるし、まあ、よくなきゃ、まあ、いろんな業者がおるので自己責任でやっていただければなと思いますけど、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、せーのいくよ。はい、せーの、まとめてまとめて